やがちゃがチャンネルは。さあでもここからクライマックスですよ。運転を変わらなかった理由。あの頃私もうちょっとで免許をもらえるところでした。お姉さん車をものすごく大事にしてたんです。届いたばかりの新車でした。真っ赤なスポーツカー。新人ドライバーには運転させてあげないよって。だからあの夜も私助手席に乗ってました。ふん、なるほど、真っ赤なスポーツカーですか。では尋問をお願いします。車は苦手なんだよな。さあというところでね、もうどんどん事件から関係ないところになってますけど、何かしら点と点を線で結ばなきゃいけません。俺が一人で喋ってる時は BGM を流しそう。はい。さあというところで、一回この免許のもらえるところの期間とかも全部信じて進めていきましょう。じゃあこれはいいです。お姉さん車ものすごく大事にしたんです。別に大事にしたのはいいでしょう。次です、はい、届いたばかりの新車でした。真っ赤なスポーツカー、はい、ほう、この車についてちょっと掘ってみましょうか。揺さぶっていきましょう。はい。新車ですか。ええ、届いたばっかりだったんですよ、アメリカから。はっ、アメリカ。しかも特別限定モデルだったんですよ。届くまで1年ぐらい待ってたんですからね。車好きにはたまらない話題なんだろうな。揺さぶっといて。車のことはよくわからないけど、どうもこれは胸にキュンとくるものがある。裁判長、何ですか。今の証人の発言を証言に加えてください。特別仕様の外車の下りですか。はい。やれやれ、車好きはこれだから。そういう問題じゃありません。と言ってもどういう問題か僕もよくわからないけど、証人、証言を変えていただけますか。いいですけど。さあ、お姉さんの車アメリカ製で特別仕様の新車だったんですね。え、新人ドライバー1個もの前に戻ってもらっていい。パパパラララね。でここで突きつける一回押そうか。さあというわけで、いろんな証拠品がここまであったんだけど、一回その通り過ぎた新聞記事2を読んでほしいんだ。2、うん、 A を押して。さあ一回これちょっと太郎ちゃん読み直してもらっていいかな。5月24日深夜、2人乗りの乗用車が高速道路の脇の壁に衝突して、女性1人が逃げ遅れ焼死した。まだまだ。警察では製造者の話などから居眠り運転による事故とみて捜査を進めている。まだページあるよ。私すっこりすっこりね、振り込んで眠りました。突然すごい衝撃で目が覚めて、辺り一面も火の海でした。夢中で左のドアを開けて車から転がり出たんです。その後は覚えてません。タロちゃん、はい、うちの車に乗るとき、左がハンドルってこと。そう、海外の車と日本の車はハンドルが違うんだよね。そう。で、はなかのどかの話でいくと、はい、助手席に座っていて、はい、眠っていて目が覚めて、辺り一面が火の海で、はい、左のドアから運転席。運転席だよね、それ。運転してた。なんか話が違うよね。違う。じゃあ一回戻って。やっぱり本当は運転してた。ああ、なるほどね。真実にたどり着いてないわ。突きつけて。行け、行け。のどかさん、この記事覚えてますか。は？交通事故の記事、あなたの証言が載っています。左のドアを開けて車から転がり出た。間違いありませんね。なんで急にそんなものを。裁判長、車の助手席は左右どちら側にありますか。あ、それはもちろん左側でしょ。運転席が右側ですからね。それは日本車の場合です。アメリカの車は逆です。逆。2人の乗っていた車はアメリカ製だった。
この場合助手席は右側になります。どういうことですか。のどかさん、あなたは左のドアから逃げたという。それならばあなたが座っていたのは運転席だったことになる。静粛に。はい、何を言い出すの。運転していたのは姉の方、花か耳なのよ。その通り、話に筋が通らない。つまり僕たちはどこかで勘違いをしてるんですよ。なるほど君、やっと見えたわね、この事件の真相が。全ての要素をつなげて考えれば答えは一つしかない。問題は姉と妹、どちらが運転席にいたのか。どっち、大事なシーンよ。本当は別に車はそこまで大事じゃなくて、ああ、運転免許取ったよって嘘ついて、うん、運転してた。え、つまり喉嘘、そうなる。嘘です、姉です。嘘だぴょー、姉です、の姉です。いや、一回整理しよう。はい、ね、実はだけどこの車周りの証言にはあまり嘘がないと思っていいんじゃないかと思うんだ。はい、で、なおかつだが、この野戸香とキミコ、そしてカルマメ、この3人がある程度協託をして、なるほど龍一のことを潰そうとしてるのであれば、彼らが徹底に徹底を重ねたのは事件周りの嘘の供述だと思うんだよね。はい、詰まるところ関係のないところに行けば行くほどだが、カルマメもキミコも関係ない、完全にこの野戸香っていう女との対マンになるわけだ。はい、だからこそそこの嘘にほころびがある。はい、その上で言ってたことを全部統合して考えて、さっき、いや、だとしたらさらに事件を前から振り返ろう。何回もやってきた、のどかってなんか多重人格みたいだよね、なんていうやり取り、何回もツッコミがあったよね。本当はお姉ちゃんで、のどかが、うん、のどかが、違う、のどかが耳で、うん、難しいな、ややこしいな、これな。あ、でもいいよ、いいよ、いいよ。のどかが耳、今ののどかが耳で、うん、あの写真を持ってたから間違えてあの顔にさせちゃって、おっと、ちょっともうちょっと、それをいいことに殺した。いや、もうちょっとさらに手繰り寄せようか。え、間違えて顔が直されたのかな。じゃあ例えばだけど、木の葉耳、事故があって顔が治ったとして、はい、彼女に待ってる人生はどんな人生だろう。え、のどか、のどかじゃない、要は耳が、もしも耳の顔として帰ってきたとしたら、はい、耳の顔として帰ってきたら、なんで耳は疲れてたんだっけ。大変だったから。何が、病院で何があったから。いろいろ、うん、いろいろはそこはアバウトにしたくないな。何があったんでしたっけ。15人もの被害者が出る医療ミスだったんじゃなかったっけ。医療ミスがあったから警察が来て疲れてた。そう、でさらにだけど、もう一回そこで仮説を考え直そうか。はい、今だからこそ振り返ろう。医療ミスは誰の手によって起きたんだろうか。あの先生、桐崎先生。はい、桐崎先生、まあ、ね、桐崎先生の可能性もあると思うけど、だったっけ。そう、あの、要はもともとね、桐崎先生がやったけど、桐崎先生はなんで霊媒したかったんだっけ。さらに振り返っていこう。なんでだっけ。桐崎先生はこの葉耳を呼んで、うん、医療ミスは自分の責任で、先生は関係ありませんでしたって言わせたかったから呼んだんじゃなかったっけ。あー、そんな話でした。だけどワイドショーは、はい、桐崎先生が事故を起こしたことによって桐崎耳が自殺したような感じのワイドショーの取り上げ方をした。つまるところだけど、メディアによっていじられたのは桐崎先生が犯人だったのではないかという仮説だけど、桐崎先生は最初から最後までずっと自分は医療ミスをしてないっていう話を続けてなかったっけ。確かにそうかも。ということで考えるのであれば、この医療ミスを行ったのはもしかするとという仮説があり、そうなった時に万が一木の葉耳がこの事故から復帰して顔も全部直して帰ってきたとしても、木の葉耳は、じゃあ木の葉耳復活しましたって言った後、大衆が言ってくるのは、木の葉耳にもっつけられた烙印っていうのは、医療ミスで15人を殺した看護師なんじゃなかったっけ。そうかも。だとしたらだけど、その時の桐崎耳は桐崎耳として蘇るのが正解なのか、もし別の顔をして別の人格として生まれ変えられるのであれば、そちらの方が幸せな人生だったっていう風な風にも考えられないかな。なるほど。だからそういうこととかも加味しながら残りをやっていこう。つまり運転席にいたのは、ま、もみじゃなく、み、みみ
姉の耳が証言通りで、さっきも言ってたよね、外国製のスポーツカーで1年間も待ったって言ったところで急にドヤ顔しなかった？ドヤ顔してたのかな。やっぱりだけどこの車に対してプライドを持ってるところもそれっぽいってこととかもろもろ全部考えていくと、やはりだけどこのスポーツカーを頼んだのは姉の耳でいいんじゃないでしょうか。はい。運転免許を持っていたのは姉の花か耳です。ならば当然運転していたのは彼女でなければならない。しかしあなたは証明したばかりです。この証人がのどかさんが運転席にいたこと。それが次の問題です。次の問題ですってその証人台に立っている人物は一体誰なのか。何を言い出すの。なるほど龍一、この証人は、この証人の名前は。僕が教えてあげましょう。教えてあげましょう。はい。この証人の名前は、人物ファイルのミミです。やったれや。あ、どこ行っちゃった。あ、おじいちゃん、おじいちゃん、ほったいいちゃん。でで、これオッケー、ミミです。花かミミ、それがあなたの本当の名前です。バカ言わないで。じゃあこの写真は一体何なの。この証人は入院した時顔に大やけどをしていました。そのため復元の整形手術を受けています。整形手術？その時彼女はこの写真を渡したんです。そう、妹の写真をね。しかし花か耳は死んだはず、交通事故で。みんなそう思っていました。しかしそうではなかった。じゃあ事故現場で見つかった死体は花かのどかさんだったのです。本物のね。いかがですか、花か耳さん。てんてんてん、ぐしゃぐしゃしてる。1年前の交通事故、死んだのは花かのどかの方だった。姉の耳は妹の顔に整形して生まれ変わった。そして花か耳の存在を自ら消そうとしたんだ。裁判長、これでなぜ桐崎先生が殺害されたかお分かりでしょう。どういうことですか。どういうこと。なるほど龍一。桐崎医師は死者を呼び出そうとしていました。事故で死んだ看護師花か耳の霊を。しかしそんなことできるわけがない。なぜなら花か耳は生きているからです。霊媒をされてはそれがバレてしまいます。この証人はそれだけは下げなければならなかった。なんとしても。だから殺害したというの、桐崎哲郎を。そうです、霊媒が始まる前にね。桐崎先生は不幸にも霊媒の相談をこの証人に持ちかけてしまった。その瞬間、桐崎先生の運命は決まったのです。いかがですか、のどか、いや、カルバイ。なぜそこで私の名前が出てくるの。お？やられたわね。証人？そうよ、私の名前は花かミミ。あのやべっしゃ、結局最後までコケにしてくれたわ。もうちょっとでミミを捨てることができたのに。本当にもうちょっとだった。しかし、なぜです。どうしてそこまでして花かミミを妹さんになりすますなんて。
僕にはなんとなくわかるような気がする。花か耳が自分を消そうとした理由は。さあ改めてもう一回新聞記事1を読んでみましょうね。あ、もうこれしか書いてないや。1年前の5月2日、切り裂き外科医院で医療ミス、14人が死亡した。1人俺増やしてたな。さあというわけでこれを突きつけてあげましょう。はい。それは医療ミス。桐崎先生は正しかったんですよ。あのミスはある看護師によって引き起こされました。花か耳という名の看護師によって。そう、今証言台に立っている人物です。そのミスからたった数週間後、花か耳は今度は交通事故を起こしてしまった。そして妹が死にました。最悪のタイミング。事故とはいえ14人の患者と妹の命を奪ってしまった。背負っていくには重すぎたのです。逃れる方法があったわ。たった一つだけ。事故は全てを焼き尽くした。妹の亡骸も自らの顔も。それこそが最後のチャンスだったのです。過去を捨てて妹として新しい人生を始めるチャンス。想像を絶する事件ですな。あいつが霊媒なんてくだらないこと思いつきさえしなければ。くだらないこと。私がのどかになって一番嫌だったこと。霊媒、オカルト、そんなの私大っ嫌い。いくつかの謎は残されたままです。なぜこんな複雑な殺人計画が実行されたのか。綾里キミコはなぜ花か耳に協力したのか。しかし一つだけはっきりしたことがあります。被告人綾里迷いの無実。こんなバカな。私は完璧だったはず。この私が、カルマメイが。今夜のニュースが楽しみだね、カルマケンジ。全世界に流れるんだろ、君の敗北する姿が。なちぃぃ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 。そしてとどめよ。とどめ。死んだ。あー、なるほどくん、しっかりして。なるほどくん、こんな裁判認められないわ。それでは、ではでは、弁護人が目を覚ますまでもう少しかかりそうなので、先に綾里真由に対する判決を言い渡します。めっちゃいい。イエーイ。ここのテロップ係だから。イエーイ。さよなら。なるほど。では本日はこれにて閉廷。さあようやく裁判が終わりました。終わりました。長かったね。おめでとう、迷い。ありがとうね、お姉ちゃん。お、感動のシーン、キラキラの涙。なんだかんだでハミちゃんがいなかったらこうやって会えなかったからね、今までね。確かに。久しぶりね、迷い。元気だった？元気だった。お姉ちゃん、お姉ちゃん。おー、私誰も殺してないんだよね。そうよ、あなたは夢を見ていただけ。悪い夢よね。あのね、お姉ちゃん、夢の中でね、懐かしい匂いがしたんだよ。懐かしい。私、衣装箱の中に入れられてたんでしょ。あの衣装箱、お姉ちゃんの昔の装束がしまってあったんだよ。そうだったの。一つ、わからないことがあるんですよ。何？桐崎先生が撃たなかったら
どうなっていたんでしょう。銃声を聞いたから僕たちは現場に踏み込んだんですから。多分計画では花かミミ自身が鍵を開けるはずだったのよ。そしてあなたと夏美さんに目撃させたはずよ。例の乗り移った迷いが殺人を犯したシーンをね。細かいところまで計算されていたんですね。なるほどくん、おめでとう、迷いちゃん。ありがとう、また助けてもらっちゃったね。まあね。でも本当にもうこんなの二度とやだな。ん？私はいいよ、なるほどくんが助けてくれるから。でも事件が起こると大切な人がいなくなるの。お姉ちゃんも、そしておばさまも。まあ、ねえ、なるほどくん教えて、どうしておばさまこんなひどいことをしたの。あんな計画にミーミーさんに手を貸すなんて。私本当に怖かったんだよ。それはなるほどくん教えてくれるよね。キミコさんが花かミミに手を貸した理由、それはさあ、これ最後の選択肢当てれる？あ、突きつけないよね、絶対に。俺に聞いてからやってね。そこら辺信頼してないからね。君が見た、今回はね、本当にこの物語っていうのはこの長い尺の中で全部がつながってる。でも迷いちゃんをどかすと、キミコさんが、なんかあの霊媒師のあの主流になる本家ね。そう本家になれるって言ってたので、それだと思います。ってことは迷いちゃんが邪魔だったからだと思います。ってことは何を付けつければいいの。なんだろう。ちなみにタロちゃん一個間違ってる話があって直すよ、はい。そもそもだけど、キミコさんの方がお姉ちゃんで、はい、妹が綾里京子だったけど、綾里京子の方が圧倒的に強かったから本家になったんだよね。だけどそこってのはもう決まったことだから、別に今、はい、京子さんがいなくなったけどキミコさんが本家にはなってないじゃん。あ、でもハミちゃんがそうなればいいみたいな。ねえってことは突きつけなきゃいけないのは道具じゃなくて人物のハミちゃん。はい、ハミちゃん。今から4年後、クラインの里には新しい家元が生まれる。君だよ、マヨイちゃん。それが？でも、もし君がいなくなったら、本家の血は絶えてしまう。その時は？分家のおばさまが。違う。キミコさんの霊力はそんなに強くない。継ぐのは、ハルミちゃんだ。全てはそのために。はるみちゃんを家元にするためだったんだよ。はみちゃん、そうだったんだね。あ、今まよいちゃんなんか言わなかったか。なんか言った？やっぱりそう聞こえたような。聞こえた？言った？まあ、テキストに出てるか出てないかの話ですのでね。さあ、坊月坊日坊時刻留置所13号独房。坊月坊日いつ？私の春に捕まった。あなたこそがクラインの家元にふさわしい霊媒師でございます。捕まっちゃったの？私はそのために全てを犠牲にした。あのバカな看護師のために殺人の計画を立ててやったのも、チャラチャラした検事に協力してやったのも、すべてはあの忌々しい本家の娘綾里迷いを葬るためだったのに。あこい、待つのです、春美。チャンスはきっとまた訪れます。はい、というわけでですね、長かったですね。第2話再開、そして逆転終わりということでね、2がいかにボリュームアップしたのかっていう、長い。いや、マジ1何だったのってぐらい2ボリュームでかいよね。結構ね。
だって今ボリボリだよ、ね、結構みんなで読んだけど2話終わっただけだぜよし頑張るぞ頑張るぞいというわけでね、皆さん教訓としていただきたいのはね、頭がでかいババアは怖いということで。頭がでかいババアまた出てくるってこと、はい、来ます。あらま、ね、まだ終わりじゃないです。あらま、なのであ、あの逆に言うとなんだけど、逆転裁判の1っていうのはあんまりつながりがないじゃないの。ないなんだけど2ぐらいから、あのマジでなんつうんでしょう、あのね、ゲームではなるほど龍一セレクション1、2、3ってなってるんだけど、この 1,2,3 って3部作になってるんですよ。で2にはめちゃくちゃ伏線が入ってる。でなおかつね、カルマメイってこの何、俺はなんだろう、逆転裁判の中で一番ビジュアルが好きなのカルマメイなんだけど、カルマメイ自体も1に出てきた DL65 事件の犯人だったカルマ5の娘なわけでしょ、みたいなつながりがあるし、それこそね、1でずっと敵対検事として出てきてたミツルギレイジはあいつは死んだんだなんていう話で、あ、なんかね、いつの間にかね、あいつら ね、放置されてる状況なので、やめてほしいよねみたいなところで ね、みたいなところがね、どうなっていくのかっていうのはね、ちょっと次回以降またちょっとやっていきたいと思いますが、とりあえずね、今回これが終わったのでシェイプチェンジと決め込みましょうというわけで、皆さんお疲れ様でございました。ありがとうございました。